思い出のガンプラキットレビュー集。従前期エルガイム。永久ヘビーメタル。アシュラテンプル。アシュラテンプルとは、アニメ、従前期エルガイムに登場する、永久ヘビーメタルです。ポセイダル軍のテンプルシリーズの永久ヘビーメタルです。劇中に登場した機体はすべてオリジナルのアシュラテンプルをレストアした機体のさらにレプリカで、オリジナルとはまるで別物。高出力、ハイパワーが売りで、巨大な型のパワーユニットのおかげで、同時に4機のパワーランチャーを扱えます。そのうち2機のパワーランチャーは、背部の副腕が持っているサーカスバインダーに装備されているため、あらゆる方向への攻撃が可能。その反面機体のバランスが悪く、劇中で初めてバスターランチャーを使用するものの、発射後に行動不能に陥ってしまいました。レーザーコート対策として、高速で高温の鉄球を無数に打ち出すリバースボマーやエネルギーボンバーを装備。ムーバルフレームは L サイズ。主なヘッドライナーはギャブレット・ギャブレイ。バーンガニア・キラーズが登場しています。キットは当時700円。ちょっと考えちゃう値段でした。ボリューム満点のキットですが、ポーズを接着して固定しなければいけない部分が多く、関節や細部に結構華奢な部分も多いと、はっきり言って欠点だらけのキットでした。ちなみに、関節もあまり動きません。パイロットのギャブレイもすぐに乗らなくなるので、いまいち印象が薄い機体でしたね。改造するとなると、全体に手を入れる必要があるので、ポーズを固定して組み立てた方がすっげー楽です。